では外装フロントバンパーから見ていきます。左サイド、この辺ちょっと擦っちゃってますね。あとここら辺も、まあ、樹脂の部分ですけどね、と熱が入っちゃったようなそんな感じの跡ですかね。まあ年代が年代なんで仕方ないですけども、フロントバンパー周りはこんな感じになっております。で、上面はですね結構綺麗なんですよね。こんな感じでツヤがあって、ボンネットなんかもとても綺麗な状態です。まあ見てもらって分かるように傷なんかも、目立つのがないですね。まあなんといってもこの黒がとても、輝きがあって綺麗な状態でございます。サイドステップ周りはこの辺りですかね、ちょっと気になるところは、ホイールは SSR、 馬力傷は左フロントは特に大丈夫ですね。タイヤのサイズは195/50/15で、タイヤの溝はこんな感じで、まあ、まだ残ってるかなといった感じです。で、ドアミラーちょっと傷があるかなっていうぐらいで、助手席のドア綺麗ですね。ここにちょっとエクボのへこみがあるのか分かりますかね。ちょっと分かりづらいかな。はい、で左のリアフェンダー、こちらも結構綺麗な状態ですね。へこみなんかもこんな感じで、まあ大きいのは特にないかな。で左リアのホイールもガリ傷は、目立つものはなさそうですね。タイヤサイズはフロントと一緒、溝も全然残っております。リアバンパー、まあ樹脂の部分はもうどこもこんな感じですね。まあシアレックスですからね、仕方ないかな、年式考えたら。ただリア周りも結構綺麗な感じですよね。そして富士坪のですね、マフラーが入っております。まだ入れたばっかりみたいですね。で、リアウィング、こちら綺麗な感じですね。右のリアフェンダー、ちょっとこの辺擦ったような跡がありますけども、まあ目立って何かといった感じはなさそうですね。右リアのホイールもこんな感じです。で運転席のドア、まあ、ちょっと擦ってるようなクリア傷的なようなね、感じはありますけど、基本的には綺麗な状態ですね。ドアミラーもこんな感じで、右フロントのフェンダー、まあ綺麗じゃないですかね。この辺にちょっと傷があるかな、それぐらいですね。感じですね。で、グラストップのルーフといった感じです。まあ外装ですね、非常にツヤがあって、綺麗な状態の CRX です。以上です。